はい。漢字はまあそこそこ得意ですよ。はい。漢検は残念ながら漢検2級にあと2点で落ちちゃう。いや、落ちちゃったから漢検なしです。はい、でもあれでしょ、全然漢字の話題じゃないんですよね、どうせ。さっきパンダからのチア。はい、よし、漢字なんだ、こういう勉強か、こっちは。はい。地味猛烈のバラ。いやー、まあ地味猛烈、地味猛烈、地味猛烈ってなんだ、聞いたことありますけど。じゃあもうインスピレーションで、そうですね、じゃあいきます。違うんだよな、もうこれ何点でしたけど、難しいんですよね、漢検ってね。四文字熟語とかも出るんですよ。地味猛烈とか出てるかもしれないです、ね。出るかもしれない。なんて読むかって出たのかもしれないです。バラですよね。バラだったら、ちょっと。なんかいける気がするんだよな。なんかこんな感じなんですよ。惜しい多分。ラが僕のラの気持ちを込めます。はい、これが僕の地味猛烈のバラです。ぜひドン。もう分かんなすぎて、なぜか猛烈体と毛というなんかね、毛が欲しいんでしょうか、僕は。なんか体の毛を欲しいさにこういっちゃいますね。で、毛でつながってきて、なんか漁師さんって毛がいっぱいありそうなイメージだったから、漁師の漁になっちゃって、で、バラはちょっと頑張ったんですけど、バってこんな感じじゃなかった。で、ラはもうちょっと複雑なやつだったと思うんですよ。でも分からなすぎて、最後もここにカタカナでラって書いちゃいました。で、どんな感じだったんだろう。で、合ってる感じあります。